こんにちは、江戸です。今日は笑顔が健康にいい理由をお伝えします。笑顔が健康にいい理由、これは骨を見ていただくと分かります。この顔を見ていただくと分かりますけど、こんな感じで口角、ここの部分ですね、ここ口角と言いますけど、ここが上がってますよね。この骨見ていただくと、だから人間というのは骨からして笑顔なわけです。ですからその骨の上に筋肉が起こってますから、顔もですね、筋肉もこういう口角が上がった状態にしてあげると、体本来の力が発揮されます。体本来の状態っていうのは骨です。体を元をたどれば中は骨になってます。骨が笑顔なんで、顔も笑顔にしてあげると人間本来の姿ですから、当然人間本来の姿は健康な状態、元気な状態ですから、そういう元気な体になっていくと、健康な体になっていくということですね。ですからこの中の骨と同じように笑顔をしていくと、あなたもきっと健康になっていくと思います。